ジョルジーニョこと、ジョルジ・ルイス・フレーロ・フィーリョは、ブラジル・サンタカ・タリーナ州、インビトゥーバ出身のサッカー選手。イタリア代表。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。ポジションは MF。ブラジルで生まれ、15歳の時に、祖父母の出身地であるイタリアに移住した。6歳の時に両親が離婚しており、サッカーはアマチュア選手であった母親から習った。 エラス・ベローナ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチームに昇格。その後、AC、サンボニファチェーゼにレンタル移籍した。翌年ベローナに復帰し、2011年9月4日、US サッソーロカルチョ戦でデビューした。昇格したベローナの主力として2013から14シーズンに活躍して一躍注目を浴び。 2014年1月 SSC、ナポリ遺跡が決定。サンリ監督の下で主力として4シーズン半で公式戦160試合に出場し、2017から2018年シーズンには欧州最多となる2860本のパスを成功させるなど、ナポリの優勝争いの原動力ともなった。2018年7月14日、マンチェスターシティも獲得に乗り出していたが、 ナポリ時代の恩師、マウリツィオ・サンリが監督に就任した、プレミアリーグのチェルシー FC に移籍した。契約期間は5年間で、背番号は5番、移籍金は推定5740万ポンド。プレミアリーグ開幕戦となった、ハダースフィールド戦に、アンカーのポジションで、先発出場、ペナルティーキックを成功させ移籍後初ゴールを決めた。2019から20シーズンは、 恩師のサッリーが退団し、代わりにフランク・ランパードが監督に就任したため、出場機会を失うと予想されていたが、変わらず、アンカーのポジションに留まった。2020から21シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスターシティ FC 戦では、効果的なプレーで優勝に貢献した。同シーズンのリーグ戦では、 チーム最多となる7ゴールを奪ったが、すべて PK での得点であった。ブラジルとイタリアの二重国籍のため、ブラジル代表とイタリア代表の両方を選択することができた。2012年からイタリア代表として U-21 代表に招集されている。A 代表デビュー戦は2016年3月24日、ウーディネで行われたスペイン代表との親善試合で89分に、 マルコ・パローロと交代で初キャップを記録した。2018FIFA ワールドカップ出場をかけたスウェーデンとのプレーオフで代表に選出され、第2戦で先発出場しプレーしたが、ワールドカップへの出場を逃した。2018年9月7日の UEFA、ネーションズリーグポーランド戦でペナルティーキックを決め、代表初得点を挙げた。2019年10月12日、 UEFA ユーロ2 0 2 4戦のギリシャ戦で PK を成功させ、イタリアを本大会出場へと導いた。UEFA ユーロ2020本大会では、準決勝スペイン戦の PK 戦で5人目のキッカーを務め、この PK を成功させてチームは決勝進出を決めた。決勝のイングランド戦では、PK 戦で5人目のキッカーとして登場。 決めれば優勝が決まるものであったが失敗してしまう。しかしその後ジャンルイジドンナルンマが相手二人のキックを、セーブ、チームは、優勝を果たした。中盤の底でプレーし、長短のパスを散らし、ゲームメイクをするミッドフィールダー。スピードはないものの味方や相手との距離感を調整し、次のパスコースを予測した上でパスを受けたり、味方にボールを預け、相手のマークを剥がしたりといった。 ポジショニング能力、戦術理解力に優れる。2016から17シーズンの仮あり戦で1試合での欧州最多記録となる180本のパスを成功。2017から18シーズンには欧州最多となる2860本のパスを成功。2018年8月26日の入滑する戦では173本中158本のパスを成功させ、 パス成功数のチェルシーのクラブ記録を更新すると、共に、ジョルジーニ一人で、ニューカッスルのチーム全体のパス成功数を上回る、同年9月23日のウエストハム戦で、ビルカイ・ギュンドアンの、プレミアリーグ記録を更新する180本のパスを成功させるなど、パスに関する多数の記録を持つ。ペナルティーキックを得意とし、キックの際には、 スキップに例えられる変則的なステップを踏むことでゴールキーパーのタイミングをずらす。恩師であるマウリツオ・サッリは自身のサッカーの中心にジョルジーニョを据えており判断力の速さをジョルジーニョの最も重要な能力として評価している。リオファーディナンドは2019年1月19日のアーセナルとのビッグロンドンダービーで解説を務めた際に アーロン・ラムジーのマンマークにより仕事ができなかったジョルジーニョについて試合のテンポを作ることができる選手。中央でボールを持った時は良いプレーをする。と評価しながらもこの時点でアシスト数が例であることを強調しビッグクラブとの試合になると走り回るだけ。守備はうまくないし運動量もなく守備面でチームに何も貢献できない。ゴール前でも 決定的な仕事ができない。と告表した。既婚者で子供が二人いるが、著名な歌手との間に子供ができたと報じられ、さらに数日の後、元チェルシーの女性スタッフとの浮気が報じられた。ありがとうございます。